こんにちは、スイカで引き続き抽選パーやっていきます。今回使用するのはサンダースツンビアジュブトルバクーダヒノヤコマキャタピーということで、また茨の道になりそうですね。テイラーさん、対戦よろしくお願いします。僕もね、テイラースウィフトの曲結構好きですね。洋楽最近よく聴いてるんですけど、逆に言うとテイラースウィフトとかのなんかさ、日本語の曲名ってさ覚えやすいけど、洋楽ってさ結構覚えにくない？俺洋楽聴くの好きやけどさ、大体の曲名覚えてへんけど、これ共感できる人誰かおらへん？まあちょっと陰キャなんで、この辺もねちゃんと音楽の勉強して、この陽キャどもの洋楽好き陽キャ相手でも話合わせれるように努力はしていきたい感じはあるね。で、ジュプトル今回純速なんで、でファイヤーって多分大体最速でやると思うんで、僕ここガブシャ決まると思うんですよ。ああ、最速でしたね。で、ジュプトルのいいところって、この、まあ、ジュプトルに限らずですけど、この特性軽技っていうのがめちゃくちゃ優秀で、電光石火をわざわざ入れなくても、ガブシャした後、これで上からファイヤーしばくことができるっていうのが、これがとても個人的には優秀なのかなっていう、まあ、そんな感じではありますね。まあ、これでも、ああ、引っ込めるか。まあ、倒せるんで、悪くないんじゃないかなっていう、そんな感じだったんですけど、この感じだったらそうね、多分これ、出し方的に多分電光石火打ちますよって顔してるんで、日の役行きましょうか。で、まあ、このネイフィアが仮になんか瞑想型だったとしても、今回日の役は、挑発持ってるんで、多分上から防ぐことはできると思われる。オッケーオッケーオッケー、いいですね。お、全然食らわんやん。ええやんけ。毒毒で。ただ、あの、軽技のデメリットとしては、一回引っ込んでしまうと、また、特性不発動になるんで、ファイヤー相手するときはちょっと注意する必要があるかもしれませんね。HP なんでこれは耐えます。お、全然食らわんやん。すごいお前。え？やばあ、マジで？ここ一応挑発します。あとはもうなんか適当に、多分羽休めとかしとけば、どうとでもなる感じはしなくはないですね。あとはもうニーフィアも、毒ダメージ蓄積させて、勝手に倒れることを祈れば、それでいいんで、これでうまいこと、多分、勝ちなんじゃないかな、これで。メザパン？なにこれ？え、メザパ何これ？え、全然わからへんねん。ちょっと怖いってもう。岩？いや、岩やったらもっと食らうよな。え、全然わからへんねんけど。とりあえず羽休め連打しとけばいいんで。羽でなんとかしていきましょう。オッケー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 。これで多分メザパわかるんじゃない？同じようなダメージやな。え、水？電気？あと何がある？岩、水、電気。え、それぐらいやんな。え、メザパ水？うんな、アホな。メザ水？いや、さすがにそれはありえないと思うんだよな。あると思います？ここメザパ水月光じゃない、ニーディアなんて。人夫にするとしてもさ、メザパ炎か岩ですよね。地面か。いや、水はないと思うけどな。ここはもう花休みで、受け切れてるんで、もうこれでいいですね。ああ。ワルビアルか。ワルビアルも、これも、そうですね。鬼火入れとけば、それでたつきとかも結果的に潰すことになるんで、おそらくそれでいいんじゃないかなと思いますので、ここはもう、交代者は意味ないんでね。ここはもう鬼火するしかない。もう切るしかない、ここは。岩技かな、さすがに。あー。まあ、これは別にいいかな。そう、ファイアローがね、弱体化したせいで自動的に、木の役場とかも弱体化することだったんですよね。ねえ、ハヤテの翼全盛期だったら、これ先制でさ、羽休めてたりして、木の役場結構強かったんですけど、今 HP 満タンじゃないと、ハヤテの翼が発動しないんで、そこがなんかなーって思いますわ、本当に。
まあ、だからといって、まあ、炎の体にする理由もね、まあこの場合とかやったらあるけど、別にもまあまあちょっと時間がなかったから、抽選馬ね、本当はベストのコンディションでやっていきたいんですけど、いかんせんね、残り大体剣盾発売までさ140日あるじゃないですか。140日で抽選馬が現状今300匹ぐらいの活躍で、残り500匹ぐらいをこの140日以内に全部活躍させて抽選馬完結させないといけないんですよ。でそれを考えると、やっぱ既存の育成済みのポケモンをうまいこと使って、いかに迅速に1日でも猶予を持って剣盾挑まないといけないから、そこがね本当に申し訳ない、いや視聴者にもこれも申し訳ない節はあるんですけど、本当にねこれだけは申し訳ない、許してください、本当にこれだけは許してください。はい、でここリューブルレード打たなかった理由としては、普通にここはガムシャラでよかったんで、よかったんでっていうか、まあ、リーフブレードで倒せなかった時がめんどくさかったんで、まあ確実に火傷ダメージで持っていけるんだったら、まあこれがいいかなっていう、そういう判断です。ちょっと画面固まっちゃったね。まあファイヤーも言うて、爆風弾に対して有効打ないんで、ちょっと大文字当てに行かなあかんっていうのがめんどくさいですけど、まあ多分それでいいんじゃないかなと思いますわ。で、力づくもこれ脱動するんで、まあ、ニーフィアも多分それで倒せるんじゃないかな。特防高いとは言うても。バクーダもね、なんだかんだで、結構軽々ポケモンですから。え？またなんかめんどくさい。え、強くちゃ、え、強くない？いや、急所込みでもさ、ファイヤー倒せるわ。なかなか強いと思うんだが。こうしてみるとやっぱり火力ありますね、このポケモン。まあ、これも大地の力って多分ほぼほぼ勝ちだと思うんで。まあ、大地でいいかな、毒ダメージ込みで多分倒せると思うんで。それで終わりかな。まあ、これも一発絶対耐えるんで。はい、白ワンさん対戦よろしくお願いします。まあ、今回はそうですね。相手のパーティーそこそこツンベア通ってるんで、サンベア、これをね、軸ね、ちょっと通していきたいね。で、クチーとか出てきた場合は、この日の矢湖までなんとか応戦していこうという感じで、とりあえずそれで攻めていく形でいきます。よろしくお願いします。まあ、ポリゴン2もね、頑張ったら日の矢湖まで止めれる可能性があるんで、まあ、それをかけれたらいいしかなっていう感じではあるね。ガオガエン。まあ、これも、サンダース、分が悪いんで、ここはとりあえずボルトチェンジ入れてから、ちょっと毒ダメージを蓄積させてって感じで、日の矢湖まで交代する感じが良さそうですね。ちょっとね、ガオガインは多分 HP3 分の2ぐらいにしとかないと、ツンベアのバカ力で倒せる可能性が結構薄いんで、ここはもうちまちまと HP 削っていう感じでいきます。うん。まあ、こんな感じだったら多分ボルトチェンジで。相手地面タイプいないんでね。で、今回サンダース早足なんで、まあ、ポリゴン2にキャッチされることはないっていうのも、そこも強いところではあるから。はい。ひねやこま行きます。まあ、ここは別に、何着てもいいかな。だいたい受けが効くんで。あ、オッケー、うまっで、あまりにもボルトチェンジ入らなすぎてるんで、多分相手これ突撃直帰臭いですね。オッケー、毒毒も入ったんで、あとはもう、強引に粘りまくれば、おそらく勝てる可能性が出てくるんで、これでいいと思います。あ、まあまあ、めっちゃ叩き落とされんなら、まあ。DD ラリアットじゃないねんな、シングルって。DD ラリアットもね、いいところは結構あるけど、やっぱり叩き落とすの方が強いのかな、この辺のシングルだった場合は。僕はもう DD ラリアットが好きなんで、DD ラリアット入れるけど。まあ、多分ガオガエンも言うて、日の薬魔弱点つける技ないと思うんで、おそらく跳ね休めでダメージは間に合うんじゃないかなっていう感じではありますね。ただちょっと注意しないといけないのが、今日の役を上取りましたよね。上取ったんで、ここで相手が跳ね休め読みで、自信をしてきた場合が結構めんどくさいんで、ちょっとここはね、一回鬼火入れていきます。まあ、お茶濁す感じで。え、うまくないこれ。
お、うまい。あれ当てろ、ここ。よーし。まさかの一石二鳥です。え、これめっちゃでかいねんけど。これ頑丈も潰せたんで、だいぶ、多分、ツンビアもこれで通しやすくなったと思うんで、もうあとはもう正直、日の矢駒は、お役御免なところあるかな。いや、ちょっとサンダースをね、ここに出してしまうと、やけど負っててもね、この HP だとちょっと心もとなさすぎるんで、もうここはもう日の矢駒切る形でいきます、ここは。だから、まあ、羽休めで、ちょっとでもダメージ削れたらいいかなぐらいで。うん。まあ、しゃあない。多分、日の矢駒、よく頑張ってくれたと思います。で、ここで、あと雨乞いして、で、ツンベアにつなげて、まあ、多分それでね、まあ、クチートは多分この感じだと、多分クレセリアと組み合わせると思うんで、おそらくクチートは切っていい。だから、多分可能性としてはポリゴン2かミミッキなんですよ。え？ああ、あ、全然いいや。まあ、そんな感じなんで、まあ、そこちょっと注意しつつって感じかな。まあ、これも強気で相手、サンダスに対してガオガイン出してきてるんで、まあ、多分、あれと見て間違いなさそうやね。突撃ジョッキー。で、ここはもう、オッケーオッケー。おとなしく、ツンビアに交代でいいと思います。多分ここね、5魂から来るんじゃないかな。アメターンも稼げるんで、早いうちにツンビアは出してそうもない。オッケー、いいね。で、ここまで毒ダメージ入ったら、さすがにバガリケ飛ばせるんで、あとツンベアが、ここバカ力で、さすがに波乗りは耐える相手。直帰ガオガイはね、本当に硬いんで、オッケーオッケーオッケー。で、あとは、打撃が出てきたらサンダースクッションにして、っていう感じで、多分それが、最善策になるのかなと、思います。なんか、ツンベア見てると、白クマアイス食べてきたくなってくるね。もう夏の時期ですから。ただね、白クマアイスとハーゲンダッツってさ、アイス、僕結構普段食べるの好きなんですけど、やっぱなんか贅沢したい時に食べたよね。白クマアイスって。まあただ他のアイスと違って白クマアイス、フルーツとかがぎっしり詰まっていて、僕はめっちゃ好きですね。本当に。まあなんか、スイカイコール、スイカバーしか食ってなさそうなね、そういう印象を持ってる方が結構いらっしゃいますけど、まあそんなことはないですから。これあれですか、アフですね。うちのツンビア、スーバイスのラインが、確か133族抜きぐらいかな。それぐらいしかできないんで、まあただ、ちょっと打撃微妙やな、これも。まあだから、一応今回弱砲持ってるんですけど、まあ鬼に追ってるから、まあギリギリ耐えてくれたら、それでええかなっていう感じではありますね。さすがに耐久下がっちゃうんで、波乗りで倒せるはず。OK。あ、普通にいい感じで残ってくれるんやね。いいね。で、誰が勝ちやろ。とりあえず、ミミッキは負けかな。クチート負け、ミミッキほぼ負け、ポリゴン2ほぼ負け、全部負けやんけも。クレセリアが、まだ勝てる可能性がギリギリあるかなって感じが。ポリゴン2も、ギリギリ勝てる可能性が。バグで、鍵打ち切っててくれ。頼むわ。いや、鍵打ちないミミキ存在する。おーしお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 しいや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 ひるんだら勝ち、ひるんだら勝ち。潰せー潰せーあれか、鍵打ちがないっていう理由は、多分、トリルミミッキュかな、クチートいるから。まあ、相手なんかトリックルーム使えるポケモン何でもいるからなんか分からへんな、これな、もうな。普通にエースミミッキュの見えるし。ただちょっとあいつの型的にこれ、トリルミミッキュっぽいね。まあ、負けてしまったんで、皆さんおすすめのアイスクリーム教えてくれたら嬉しいです。ここまでご視聴。